英語の先生太一の一週間お疲れ様ラジオ。こんにちは、英語の先生太一です。ふう、今週もお疲れ様でした。やっと花金になりましたね。楽しい週末を過ごしましょうね。この番組は教育事業に取り組む一歩ラボ合同会社の提供でお送りします。皆さんこんにちは、英語の先生太一です。今週もお疲れ様でした。今日はですね、Am I a YouTuber in the future? Am I a YouTuber in the future? 私は将来 YouTuber になるんだろうかという話をしていきたいと思います。ちょうど今月、まあ、4月になって、大阪にいよいよ IR が、まあ、できることになったっていうのが決まったニュースあったと思うんですけど、2029年の秋ぐらいからですかね、営業開始するっていう、営業開始を目指すっていうニュースがあったと思うんですけど、いよいよ日本にもカジノができるのかと思って、で皆さんこのニュースどういうふうに受け止められたのかなと思うんですけど、まあ、この IR ができる前も2025年ですよね、万博が大阪で開かれることになっていて、今絶賛建設中っていう感じですかね。まあ、万博と IR ができるっていうことで、まあ、大阪はこれからどんどん盛り上がっていくなと思うんですけど、僕は今プライベートで鳥取と大阪に、まあ、生活拠点があってこう行ったり来たりしてるんですけど、なんかその特徴を生かして活動できないかなみたいなことはずっと思っていたんですよね。仕事においても、まあ、大阪でこう仕事が作れたらできたらいいなと思ってるので、まあ、それはそれでやろうと思ってるんですけど、なんかプライベートでもその大阪と鳥取を移動すること自体、それ自体とか、あと鳥取にいる時間も長いので、なんかその特徴をもっと活かせないかなと思ってたんですけど、この IR が決まった時に、あ、ちょっとこれもしかしたらできるんじゃないみたいなことを思ったのがあって、それが何かというと、鳥取の魅力を英語を使って YouTube で発信するってどうかなみたいなことをちょっと思ったんですよね。そもそも IR 何かっていうと、インテグレイティッドリゾートの頭文字、 IR の頭文字なんですけど、日本語だと統合型リゾートと呼ばれるそうです。大阪府が出してる説明によると、国際会議場とか展示場、あとはホテルとかレストラン、ショッピングモール、エンターテインメント施設、あとカジノで構成される、まあ、施設群みたいで、で民間が運営するという場所なんですよね。で、まあ、こんだけいろんな施設があるので、もういろんな人が来ますと。ビジネス客やらファミリー層やら、まあ、富裕層やら、そういった人たちが昼夜を問わず楽しめる場所として整備されていくみたいなんですよね。なんで、まあ、そういった、まあ、カジノとか楽しもうと思って来た人は、まあ、金銭的に余裕があるはずなんで、まあ、そういった方をですね、こう僕の地元の鳥取になんとかこう観光として来るみたいな流れが作れないかなと思って、それをねちょっとひらめいたんですよね。ひらめくっていうほどではないと思うんですけど、で試しにその鳥取のことを英語を使って発信してる人がいるんだろうかと思って調べてみたんですよね。そしたら多分いないんですよ。観光とかで鳥取に来た人が動画一本にまとめて出すとか、そういったことはされてる人はいるんですけど、こう鳥取に住んでる人、まあ、鳥取にゆかりがある人が定期的にいろんな鳥取のスポットを海外に向けて発信してる人って多分いなくて、なんでそこ多分空いてるんですよね。あ、もしかしたらチャンスがあるんじゃないかなと思って。なんでその大阪から、例えば大阪から鳥取への行き方みたいなことを全部英語で説明するとか、まあ大体電車だと2時間半ぐらいで、バスで3時間ぐらい、レンタカーでも3時間ぐらいで行けるんですけど、例えばそういうアクセスの仕方でさえ、YouTube とかで紹介してるものってないので、まあ、それをちょっと Vlog 形式みたいな感じにして、撮ってアップしたらどうかなとか、あと鳥取県って空気も美味しいし、水も美味しいし、まあ、ご飯も美味しい、
まあ、出身地なのでそうやってよく行ってる感じはもちろんあるんですけど、でも実際に僕が県外とか海外いろんなところ見てきた中で思うのが、やっぱ鳥取のそういった自然の要素、条件ってすごいいいと思うんですよね。恵まれてると思ってて。なんでそれを海外の人に向けて発信するっていうことの意味は、まあ、あると思ってるんですよね。なんでそれにちょっとチャレンジしてみたいなと。ちなみにこの間鳥取の、まあ、カニの時期なんですけど、冬のね、カニの時期なんですけど、グルメ番長で有名な寺門ジモンさんも鳥取県にプライベートで来ててですね、あのカニをたらふく食べて帰って行ってたので、そういう美味しい店はね、あるんですよ。あそこも結構あれですね、高級っていうわけではなくて、まあ、一般の方でも全然行けるのお店なんで、ほんとそういう場所の料理が美味しいっていうことで発信してみたいなと思ったりしてるんですよね。もう大阪に来た人を鳥取に連れていく、呼び込むっていうとこに特化した YouTube。まあどれくらい需要があるかはわかりませんが、今のところそういったことをしてる人はいないので、そのポジションを取れそうっていうことと、まあそういう、なんだろうな、自分が発信して情報を見てきて、海外の人が来てくれたらいいなっていうのはなんかね、思ったりするんで、やってみたいなと思いますね。あ、田村 D なんですか。大阪から鳥取に行く感じは、海外だったらマレーシアならクアラルンプールからペナン島に行くみたいな感じですかね。ああ、これあれですね。さすがバックパッカー。もう、距離感が分かってらっしゃる。あ、これ僕これぐらいなのかどうか分かんないですけど。まあでもこれぐらいなのかな。電車で 2.5 時間、バスで3時間ぐらいなんで、まあ、そんなに遠くはないんですよ。特に観光だったらそれぐらいの移動時間ってね、全然景色とか見てたら飽きないし、移動できるかなと思うんで、まあ、距離にしたらそんな遠くない、ちょうど別の街を見に行くっていう意味ではちょうどいい距離感なんじゃないかなっていうのは思いますよね。あー、田村でありがとうございます。おー、鳥取かける海外ね、パイオニアですね。そう、そのポジションがね、多分空いてるんですよね。鳥取の自然や木材を使った一歩ラボさんの玩具を外国人観光客にお土産で持って帰ってもらいましょう。ああ、そうですね。これもいいアイデアですよね。そう、これも、そう、思ってて、別にチャレンジしたいこと、会社としてチャレンジしたいことがあって、まあ、鳥取県のヒノキとか使った玩具を作って販売してるんですけど、まあ、例えば、日本国内だけで見ると、ヒノキで作った玩具ですって、あるんですよ。どこでもあって。で、むちゃくちゃ、レッドオーシャンなんですよね。でそこにまあ飛び込んでいった自分もあるんですけど、でも日本国内で見たらそうなんですけど、いざその海外で見てみると、海外に向けてヒノキさんの積み木とか木製玩具を出してる人ってそんなに多くないんじゃないかなと、自社調べですが思っててですね、ちょっと海外向けにその販売するっていうことも関心があって、で少し前、去年からショッピーっていう、まあ、日本で言ったら楽天みたいなオンライン販売ができるショッピーっていうサービスを始めてて、お店開いたんですよね。で、シンガポール向けにはもう始めてて、で、今度台湾向けにも出していきたいなと思ってるんですけど、あくまでそのショッピー上では、ショッピー内では、その日本のヒノキを使った玩具を販売してるメーカーはいないんですよ。自社調べです、あくまで。あとショッピーの担当者調べでもあるんですけど、今んとこいなくて、ここはちょっと分かれ目なんですけど、海外向けにやろうというモチベーションの方が同業者にいないのか、あるいは以前挑戦した人がいたけどうまくいかなかったから撤退したから結果としていないのか、まあ多分どっちかなんですけど、でもし前者で海外向けにチャレンジしてる人がいないんだったら、僕はそこを狙っていきたいなと思ってて、つまり海外の人向けに日本のヒノキさんの玩具を出していきたいって思ってるんですよね。その思いがあるので、ヒノキが作られている場所はどんなとこなんだろうっていうのを伝えていく必要があるかなと思ってて、で、例えば鳥取県のその山の方に行ってですね、自然豊かな山の様子とかを伝えて、で、ヒノキをカットするシーンとかですね、ヒノキからガンガン作るシーンとかも Vlog として、まあ、Vlog っぽく撮影して YouTube に上げていけたら、なんかこう相乗効果があるんじゃないかなと思ったりするんで、そういった狙いもちょっと込めて YouTube してみたいなっていうのはあったりしますね。あ、田村 D、田中さん、ポッドキャスターと YouTuber デビューですか。あらゆるメディアを牛耳っていますね。まあ、やって
ってみて、うまくいけばハッピーで、うまくいかなきゃどうなることやらって感じですね。頑張ります。ポッドキャスターって言うんですね。ポッドキャストしてる人のこと。勉強になりました。ということで今回はですね、大阪に IR ができることを機に、ちょっと YouTube 始めてみたいなと思った話をしました。I'm a YouTuber in the future. これはまさにそういう意味ですね。では今日は以上です。それでは。